お元気ですか？僕趣味です。今回はエポック2023北海道日本ハムファイターズプレミアエディションベースボールカードの開封動画第3回目でございます。昨日もね上げておりますのでね、ノーマルカードの方はね説明は割愛とさせていただきます。それでは、ね6パック、開封したいと思います。それでは6パック開封していきたいと思います。それでは1パック目でございます。で、万波中正選手の、これ、キラでございます。で、メタルパワーですね。鈴木健也、投手のカードでございます。2袋目でございます。で、万波中正選手のこれ金箔、ね、サインカードでございます。3袋目でございます。で、直筆サインカード出ますね。これ OB ですね、谷口優也選手のこれは直筆サインカードでございます。はい、こちらでございます。4袋目でございます。で、メタルパワーのね、限定でございます。加藤貴之投手の、こちら、メタルパワーのね、これは限定版上でございます。50cc でございます。5袋目でございます。で、金村翔馬投手のね、こちら限定のね、カードでございます。こちらね、50cc でございます。これ、限定のね、白サインカードでございます。最後、6袋目でございます。で、野村勇希選手の、ね、メタルパワーでございます。
はい、以上でございます。以上でエポック2023北海道日本ハムファイターズプレミアエディションベースボールカード開封動画3回目終わりたいと思います。3回目の方はね、OB のね直筆サインカードが出ました。で、2月の下旬に、2024年のねベースボールカードが、出ますので、2月の下旬か3月の上旬あたりに開封していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。